ございます。こんにちは、こんばんは、銀子と申します。今回やっていくのは、もう見てわかるよね、人外ね。あのね、一つだけ言っていい？このイラストというか、まあタイトルあるじゃん、女の子ね、あの絵だからなのかな、嫌いじゃないね、俺は。うん、あのなんつうんだろう、まあ言ってしまえばもう完全に昆虫とか、まあ右の方は怖いけど左の子は嫌いじゃないね。あ、まあパッと見これがちょっと気になったからやってみたわけなんだけど、あのね、ちょっと僕の息が荒いと思うんだけど、まあその辺はね、カオスエピソード1ターニングポイントをねやったわけなんだよ。ね、疲れたね。死ぬかと思ったね。てなわけで、息抜きに何かないかなと、息抜きっていうか、まあ、楽しそうなゲームないかなと、で、探した結果、このゲームが見つかったわけです。というわけでやっていきましょうか。人外ね、始める。今日から高校生だ。そう思いたい。多分ここは高校だ。ちょっと周りの人が変なだけで。あ、主人公まとも？お？なんだこれ。こんにちは。あなたも同じクラス？お前誰だ？私は正方体。あ、でこして、正方体？俺の名前？はい、まあ自己紹介もその名の通り、銀子と申します。やっていきます。そう、銀子。私って何に見える？宙に浮く、ルービックキューブの、マスの一個。人間と呼ぶのは生命の宝石だ。おいおい。あ、選択肢も出た。これさ、セーブないの？これ人間って答えどうがよかったの？どう見ても俺人間とは思えないよ。どうやって一緒に座んのお前。置かれるだけじゃん。そろそろ、授業始まるわよ。はい、ありがとうございます。そんな感じで高校生活は始まった。俺こんな高校生活嫌だ。放課後だ。どこへ行こう？そうだね。これ基本、セーブできないのかちょっと怖いね。じゃあ、廊下行こう。お、します。もしかして銀子って言いませんか？はい。お、笑った。ちょっと怖い。やっぱりどことなく他の人と違うって有名ですよ。いや、君もどことなく違うよね。なんだろう。視界はどうやって映ってるの？臭くなったな。シワみたい。有名人と仲良くなっちゃった。なおめえ、フラグプラス1。なんだそれ。ダガンは帰っていった。終わった。セーブする？セーブ。今日はもう寝よう。終わりますか？続けます。今日は学校だ。今日も学校だろ。ねえ、人間と呼べないなら私って何に見える？え？立方体だよね。確かに、形としてはそうね。でも、それは私の本質ではないわ。ありがとう。まだ話を聞かせて。フラグプラス、いらねえ、おめえのフラグなんか。おめえのフラグなんか、お前差し込むとこどこにもねえじゃねえか。勝てたらカーンとか言って弾き飛ばすだろ。もう一回廊下行ってみよっか。お！
おっす、銀子先輩。同学年なのに先輩はおかしいって。あ、そうなの、同学年なの。同い年、いいじゃないですか。なんか先輩って感じがする。私を後輩って呼んでいいですか。名前で呼ぼうか。こちらの方がなんかいいかな。じゃあ名前呼んでみよう。うわ、なれなれしいですね。そこは普通に名字しちゃう。俺普通に、まあ基本の人名字と理不尽だと思った。ぼっち指数プラス2。セーブする？セーブしよう。今日はもう寝ようか。続けますか？続けます。あ、なんだい？選択肢なんかこんな感じかい。じゃあ、続けていこう。うん、有名人と言われたって。あまりいい意味ではないんだね。確かに。銀子、あなたって人間らしく、お前の方が人間らしくねえよ。よく考えてみろ。お前、鏡でお前よく見てみろ。お前なんか、怖えぞ。本当のこと思うんだけど、人の形をしていて、振る舞いもそうであるはずなのに、不思議と人っぽくないって。どことなく違うよな。いえ。濁すつもりがなく純粋に。ごめんなさい。悪意のない言葉は時に人を傷つけるわね。疑うようで悪かったわ。放課後だ。どこ行こう。屋上行ってみ。あ、まあいいや、廊下。多分誰もいない。帰ろう。え、終わった。屋上行ってみよう。誰もいない。帰ろう。あ、これ会うまで続くのか。まっすぐ帰ることにした。おお、早くも夏休み起きてしまった。学校は人外ばかりだし、2学期もクラスに馴染めそうにないな。普通の学校でも孤独だったのに、ここでも一人ぼっちなんだろうか。普通ってあんのか。仕方ない。そもそも僕は人間じゃないのだから、寂しさなんてものもないんだ。ずっと一人ぼっちだっていいんだ。いやー、そうでもないよ。ぼっちエンド？あ、確かこれね、これだったかな。あのね、エンディングたくさんあるって聞きました。タカンちゃん正方体ナメクジ人間。ナメクジ人間出てきてねえな。まあ楽しかったです。あれ、こんな感じで終わっていいのかな。遊んでくれてありがとう。いえいえ、楽しいです。前の動画が前の動画だったから